すっごい久しぶりに C 来られてすごい嬉しいんですけど、今日は見ての通りラッピーバームでやってきました。今日は少しの時間なんですけど、ご飯食べたり、グッズ見たり、空いてたら何か乗ったりしてまったり過ごしたいと思います。それでは行ってみよう。例のあれに行きます。ビッグマンドウィンドの抽選が行けるか行けないか、てかそもそも空いてるのか空いてないのか、私たちあんまりガンガンにこうアトラクションとか乗っていくタイプじゃないので、夕方からが多いんですよね。ちょっとあのアフターシックスのちょい前みたいな、やってーみたいな。あ、なんか来たよ、食べ物。今日は迷ったんだけど、もう今お腹ペコペコで、でもどっか入ってるよりも、なんかいろんなお店でワゴンでね、買って食べていった方が楽しいんじゃないかなと思って。でもお腹空いたので、甘いものよりおかず系が欲しいなって思います。ガタンゴトン。ガタンゴトン。あ、風が強い今日は。でもお天気はとってもいい。とってもいい。天気はとっても良いよ。なんか日向に来ると結構暖かいけど、日陰に入ると風が強いからちょっと寒い。待ってる。恥ずかしい。エルドラドキャンピーナで、私はスパイシーチキンレッグセットと、キッさんはメンチカツサンドをそれぞれ買いました。こんなもんじゃ大食いのお世話は全然足りないので、ワゴンも寄っていきますが、お腹空きすぎたのでまずは座っていただきます。感触って書いてあるから、藻に入れる感じ？あれかな？こっち、この子みたいな感じかな？こっちみたいな感じ。すご
品さんを持ち歩く人みたいな感じかな。キーチェーン欲しいな。キーホルダーそろそろ買いたかったからな。なんかたまにこういうテーマパーク系とか、あとはなんか出先のツアー先の空港とかで美味しそうなものとか、なんかお土産になりそうなものがあると、みつさんのお母さんお父さんにお送りすることがあるんだけど、これはなんかちょっと可愛いんじゃないかと思って、これマシュマロとクッキー、ちょっと卵っぽいんだよね。やっぱイースターだからかな。このさ、切り方っていうかさ、ディスプレイの感じがすごい卵っぽい。プリザーブドフラワーとかもいいね。いつもありがとうございます言うて。これがさ、私ホームページでさ、これこれこれ可愛くない？メガネ置いてくれるの。私目が悪いから家だともうメガネないとメガネメガネになるから。後でね、せっかくだからダッフィーたちも見に行きたいんだけど、ポケットウサッピーを持ってる人いたら、もしかポケットウサタマ教えてください。22日発売、みんな買いに行く人いるの、買いに行ったらいるのかな。かわいい。ミスター人気よね。外れちゃったんだよ、ビッグバンドビート。さっきもうね、本当にものの 0.5 秒ぐらいで外れたんだけど、そこにいたお兄さんがやってくれたから、ドンマイみたいな感じがすごい救われました。無言で回るから変えました。大体もう調べていかないで探すみたいな。あお久しぶり。どこ左だ。行き当たりばったりディズニーなんで、うん、素敵ね。もう大体ね、食べディズニーですね。食べディズニー、歩きディズニー、写真ディズニーみたいな。動画とかだともう日が沈むまでしか撮れないから、次ダフィーのとこ行こう。ケープコット、沈んできてですね、中にインナーダウンも着込んでですね、まったり歩いたり、なんかこう空いてたら乗り物乗ったりお菓子食べたりとかしてたんですけど、沈んじゃってね、日が真っ暗になっちゃってエンディング撮れないのでここで撮っておきます。久しぶりの、チャンネル、神田沙耶がオフィシャルチャンネルっていう名前に変わったんですけど、ディズニー動画っていうところでいかがだったでしょうか。この動画楽しんでいただけましたら、いいねのマーク、グッドボタンとかチャンネル登録まだのボタン、もしよかったら押さえてください。歌もね、たくさん聴いていただいてありがとうございました。これからも気まぐれに動画載せていければいいなと思います。また見てください。じゃあね、バイバイ。